夫婦円満の意味を持つ鶴が描かれた真っ赤な色打ち掛けで着付け、ヘアセットやメイクでより華やかに。新郎新婦がウェディング撮影の準備をしています。今までにない経験なのですごいワクワクしてます。幸せ、転ばないように頑張ります。転ばないように。撮影を行う場所というのがこちらです。ウィンタースポーツの季節真っ只中、ゲレンデでは多くの人がスキーやスノーボードを楽しんでいます。そう、白銀のゲレンデ、バンダイ町にある星野リゾートアルツバンダイです。でもただ撮影するだけではありません。日本の伝統衣装、華やかな着物を着た新郎新婦がこのボードに乗って撮影を行っています。すごい、2人には笑顔が溢れています。かっこいいな。かっこいい。うまいし。撮影を行ったのは須賀川市に住む渡辺幸喜さんと真由美さん。真由美さんうまいな。トータル7キロある色打ち掛けでも余裕の滑り。それもそのはず、共通の趣味がスノーボードで、それで仲良くなって結婚まで至ったので思い出を残したくて今回依頼しました。2人は同じ会社で出会い、お互いに大好きなスノーボードで意気投合、去年8月に結婚しました。2人をつないだスノーボードで撮影したい、その願いを郡山市のフォトスタジオが叶えました。どうしてもスノーボードは足を開くスポーツなので、開きながら横に滑るっていうその姿勢の中で着物を着るっていうのは、はい、そしてスノーボードをするっていうのは全国世界初だと思います。世界初。この日のために2ヶ月ほどかけて着付け師と一緒に特別な和装を仕立てました。着物を着ながらスノーボードをする、でそのための着付けの仕方、それはあの安全面に配慮するものであり、かつ着崩れもしないような試行錯誤して。悪天候による日程の変更にも見舞われましたが、2人の最高の笑顔はカメラマン冥利に尽きるそうです。いやー、もう本当お二人が喜んでくれてて、あの最高、良かった、楽しかったっていう風に言ってくれてたので、本当にやって良かったなって。結婚という節目に特別な場所で臨んだウェディング撮影、2人ならではの一生の思い出になりました。普段できない服装で、なおかつ日本人らしい服装でスノーボードができてとても良かったです。まあ、思い出にすごい残る写真になります。少し重かったんですけど、でもそんなの苦にならないぐらい楽しかったので、手は冷たいんですけど体は全然寒くないです。今も暑いです。いいな。2人の熱い思いでゲレンデの雪が溶けてしまいそうな1日となりました。いいこと言うね。はい、あの未婚の矢崎さんはいかがだったでしょうか。はい、いや、いいなって思いました。あの2人の共通の趣味でこの写真を撮るっていうのが素敵ですよね。いや、本当にもう一生の思い出に、忘れられない思い出に残りますよ ね。あの今回取材をさせていただいた渡辺さんご夫婦は3月に式も挙げる予定だということです。そしてスタジオ黎明では、実は去年の10月からこの絶景ウェディング撮影を行っているんですね。こちら去年10月に撮影されたものなんですが、こちらは登山好きなカップルが東湖富士に登って撮影をしたんだそうなんです。すごい、これも素敵ですよね。2人ならではの思い出に残りますよね。気になった方はスタジオ黎明に直接お問い合わせくださいとのことでした。